モールスは2010年のホラー、恋愛映画。トーマス・アルフレッドソンが監督した2008年のスウェーデン映画、僕の襟200歳の少女とその原作であるア愛美でリンドクビストによる小説、モールスモールスに基づいており、マット・リーブスが監督し、コディス・ミット・マクフィーとクロエグレース・モレッツが主演した。1980年代のニューメキシコ州ロス・アラモスを舞台に、 いじめられっ子の12歳の少年と、常に、裸足の謎めいた少女との間に生まれた友情を描く。僕の襟200歳の少女が公開される、前年の2007年、同映画の英語版の制作が検討され始めた。2008年にハマーフィルムズがこの権利を取得すると、同社は、その監督を、オリジナル映画と同じトーマス・アルフレッドソンに依頼した。しかし断られたため、最終的に、 クローバーフィールド、破壊者のマット・リーブスが、脚本、監督を担うこととなった。リーブスは再映画化にあたりいくつかの改編を施した。舞台のストックホルムをニューメキシコ州ロスアラモスに置き換えたことや、登場人物の名前を改めたことなどである。制作人の見解によると、これらの改編は、オリジナルのプロットを極力残しながらも、 より多くの観客が受け入れやすくするためであった。主な撮影は2009年11月から2010年1月にかけて行われた。映画の制作費はおよそ2000万ドルと見られている。映画は2010年9月13日にトロント国際映画祭で初上映され、2010年10月1日にアメリカとカナダで広く公開された。数多くの賛辞を集め、 2010年のトップ10に選出する批評家もいた。批評家の多くはオリジナル映画を踏襲したハリウッドリメイクの貴重な例であるとし、中には類似点の多さを批判する批評家もいた。全世界の興行成績は2400万ドルに達し、うち1200万ドルは北米の成績である。クロエグレースモレッツはコディスミット・マクフィートのケミストリーを絶賛され、この演技により、 複数の映画賞を受賞した。映画の公開後には、アビーの前日単を描いたコミックミニシリーズ、レッドメイン、クロスローズが観光された。舞台は、雪に閉ざされた田舎町。学校でのいじめに悩む孤独な少年、オーウェンは、ある日林家に引っ越してきた少女、アビーと知り合う。オーウェンは、自分と同じように孤独を抱えるアビーのミステリアスな魅力に惹かれていき、 何度か会ううちに二人は仲良くなり、壁越しにモールス信号で合図を送り合うようになる。しかし、時を同じくして、街では残酷な連続猟奇殺人事件が起きていた。プロデューサーのナイジェル・シンクレアによると、企画は僕の襟200歳の少女が公開される前の2007年の中頃に持ち上がった。その後2008年トライベッカ映画祭で、ハマンフィルムズが 同映画の英語リメイクの権利を獲得し、直後にマット・リーブスが監督に選ばれた。この映画祭で、同映画は、ファウンダーズ・アワード・フォー、ベストナラティブ・フィーチャーを受賞した。当初は、トーマス・アルフレッドソンに、再び監督が打診されたが、彼は、もう同じ映画を二度作るほど、若くない。まだ他に手掛けたいストーリーがあるとして断った。ハマンフィルムズのプロデューサー。 サイモン・ウォークスは当初原作に忠実なリメイクかと言われればまさにその通りだろう。これは再映画化ではなく前と同じ鼓動が流れている。怖いところはより怖くなるかもしれないがと語っていたが、その後私はこの映画をディーブスのバージョンと呼ぶ。リメイクや再映画化だとは思わないと改めた。アルフレッドソンは誰かがある映画をリメイクするべきだとしたら、 それはその映画の出来が悪い場合だ。そして私の映画はそれに当たらないと自分では思っているなどと自分の映画がリメイクされることを好ましく思っていないことを度重ねて述べた。プロデューサーの一人、ドナ・ジグリオッティはオリジナルの劇的な完成度は認めるが、残念ながらあの作品は200万ドルしか収入を上げていない。アラビアのロレンスをリメイクするのとは違うと語った。 また他のプロデューサーの一人、サイモン・ウォークスは、より広い観客に受け入れられるようにすること、以外、モールスは、オリジナルを深く踏襲していることを強調した。その一方で、オリジナルの原作と脚本を書いた、ヨナエビでリンドク・ビストは、リーブスに、作ろうとしているのは原作を元にした、新たな映画であり、スウェーデン語映画のリメイクではないと言われたことを明かした、上で、 全く違ったものができるだろうが、とても期待していると語った。リーブスは、最高の映画と素晴らしい小説。感動的で、頭から離れない、恐ろしい映画になるだろう。何ができるかとても楽しみにしていると述べ、原作と同じ1980年代に舞台を置いた、この映画に原作とオリジナル映画に対する彼の敬意を止める考えを表明した。批判があることに関してリーブスは、 オリジナル映画が愛されているだけに、私がそれを台無しにしてしまうのではないかという、冷やかしがあるのは理解できる。事実、私は映画に対するリスペクト以外に何も持っていない。私は個人的にこの仕事に惹かれたのであって、報酬が目当てではない。人々が我々にチャンスを与えてくれることを期待していると述べた。リーブスは打診された当初はリメイクに反対だったが、 原作を読んで進化を見出したという、リメイクには反対だと言った。原作を読んで完璧に見せられていたのだ。何より、個人的な感情で物語に引き込まれた。この素晴らしい物語を書き、映画を脚色したヨン輪クビストには、私がこの物語に引き付けられたのは、それが素晴らしいジャンル小説だったからだけではない、個人的な気持ちによるものだと伝えた。本当に、 自分の子供の頃を思い出させる話だった。マット・リーブス新たな映画化にあたっては、主人公二人の名前がオスカーと、エリからオーウェンと、アビーに、物語の舞台が、ストックホルム郊外のブラッケバーリから、ニューメキシコ州の小さな街に変更されるなど、いくつかの改変が試みられた。主人公たちの年齢の変更も検討されたが、リーブスはそれを、原作のエッセンスを壊し、 何もかも完全に変えてしまう。あの子供らしいイノセンスは必要不可欠だとして拒んだ。また監督は俳優たちにオリジナル映画を事前に見ないよう指示し、そのため原作にあるエッセンスを忠実に守りながら我々独自のバージョンを作り出すことができた。また制作陣はオリジナルに対する敬意を払いながらもアメリカの文脈に馴染むモールス独自の特性を生み出すことを目指した。 リーブスは原作やオリジナル映画から大きな変更を加えること嫌い、様々な変更を加えれば成長という物語の中心を切り捨てることになるほど原作は壮大だ。そこで私は原作にあった因縁や言及を取り込むことに努めた。また、オリジナル映画にあった要素の借用を認め、脚色も素晴らしかったから映画から取り入れた部分もある。それらは、 物語の文脈を損なわず、むしろ適していたはずだ。これは、原作、オリジナル映画、およびそれらを、さらに脚色した部分が混じり合ってできているとしている。リーブスによると、アメリカの観客に適合させるにあたり、1980年代という、時代設定を残したことは、映画が、善と悪というテーマを模索する上で重要な役割を果たした。リーブスは、 時代設定の象徴として、ドナルド・レーガンの悪の帝国のスピーチを引いた。レーガンの悪の帝国のスピーチやそういった見解を持つ人たちの考えは、悪が自分たちの外部に存在するというものだった。悪は向こう側で、すなわちソビエトだった。リーブスはこのアイディアが主人公、オーウェンの中核になると考えた。彼は、このかなり悪しき しかしあの頃のアメリカの街にあった考えや経験さに立ち向かうことになる。そこに馴染めるだろうか。頭が混乱していて、12か13歳で、毎日自分を恐怖にさらしているあの子たちを殺したいと、その意味もわからず思っている自分をどう思うだろうか2009年7月、クロエグレース・モレッツ、メアリー・マティリン・マウザー、アリエル・ウィンターがそれぞれ、アビー役のオーディションを受けている映像が、 インターネット上に流出した。またコディ・スミット・マクフィーは、ヘラルドさんが身のインタビューで、応援役への意欲を見せた。2009年10月1日、スミット・マクフィーともレッツ、そしてリチャード・ジェンキンスの出演が正式に発表され、監督のマット・リーブスはこれを完璧なドリームキャストとして、彼らと仕事ができることにこの上なく興奮していると、コメントした。スミット・マクフィーが出演した。 ザロードの監督ジョン・ヒルコートとモレッツが出演したキックアスの監督マシュー・ボーンはそれぞれの俳優を称えリーブスに彼らを推薦した主な撮影は2009年11月2日ニューメキシコ州アルバカーキで始まったその後州内の複数の場所で撮影が行われ2010年1月にアルバカーキでつまみ、漁を迎えた撮影の大部分は ロスアラモスのロスアラモス高校で行われ、地元の警察が1980年代の警官服やパトカーを対応したほか、100人を超える地元の若者がエキストラとして撮影に参加した。リーブスは自然な撮影が物語に適していると考えた。ブライトスター一番美しい恋の歌を見たリーブスは、同作でのグリーグ・フレーザーの自然光による撮影を称え、フレーザーを 撮影監督に採用した。撮影開始の直前、リーブスはスティーブン・スピルバーグから子役の指導に関して彼らに日記を書いて監督に見せてもらうようアドバイスを得た。メソッドスタジオが VFX 処理の統括を担った。自動車事故のシーンでは一人称視点ワンカットで見せるため最初の部分はジェンキンスが実際に車を運転し残りのショットを ブルーバックの前に回転する車の模型を置いて撮影されたものが一つのシーンに合成された。アビーが血を流すシーンでは血が流れるタイミングが微妙に異なるため演じるモレッツには最小の血のりを施しフーディーにソフトウェア上で彼女の動きに合わせて段階的に血が流れるのを補った。これにはメソッドがエルム街の悪夢で培った技術が活用された。 本作のサウンドトラックアルバムは2010年10月12日、バレーズサラバンドレコーズからリリースされた。作曲したジアッキーノは、劇中に観客が向き合うキャラクターに応じて、曲調を変えることを試みた。しかし、いくつかのシーンではバランスを保つのに苦労したという。2010年9月30日、ニューヨークのプレミア上映に現れたクロエグレイス、モレッツ・とイライア・ヤスコティーズ。 2010年8月17日、本作が2010年9月13日にトロント国際映画祭で初上映され、9月23日にはオースティンのファンタスティックフェストでオープニング作品として国内初上映されることが発表された。オーバーチュアフィルムズは証拠物件袋を模した宣伝グッズを配った。 制作費が約2000万ドルと見られている本作は2010年10月1日、北米2020館で公開され、週末3日間の興行成績で約510万ドルを上げ8位となった。国外での公開は10月6日のヨーロッパ市場を皮切りに始まった。受集に及ぶ劇場公開の間、世界公衆は2400万ドルに上り、 そのうち1210万ドルが北米における収入だった。本作の DVD とブルーレイディスクは北米では2011年2月1日にリリースされた。特典として監督によるオーディオコメンタリー17分のメイキング SFX の解説自動車事故シーンの構成を掘り下げたビデオ3つの削除されたシーン予告編ポスターギャラリーのほかコミック レッドメイン、クロスローズの限定版が含まれている。ブルーレイディスク限定の特典には、ダイセクティングレッドメインがある。2011年4月時点の売り上げは DVD のみで45万7千枚、6200万ドルに上っている。2010年12月、マーク・アンドレイコによる本作の前日ターンを描いた全4話のコミックミニシリーズ、レッドメイン、クロスローズの第一話が、 ダークホースコミックスからリリースされた。原作者であるリンドクビストはこのコミック化について許可を依頼された覚えはなく、プロジェクトは疑わしい。私はこの件を調査しており、彼らにコミック化の権利がないことを望むと述べた。その後、リンドクビストはファンに向けて本作のプロデューサーに誤った情報を聞かされた上で、交わした契約の中で、 不本意にもコミック化の権利を売っていたと語った。本作は非常に高い評価を受けた。映画のレビューを集積するウェブサイトロッテントマトズは201個のレビューに基づきトマトメーターを90%、評価の平均を7.6、10としている。レビューを同サイトによって選抜された上位の批評価の32個に限定するとトマトメーターは81%、 平均は7.8、10となる。ロッテントマトズは批評家の総意としてオリジナルに告示してはいるものの、一つの映画として十分に独立している。モールスは創造性を踏みに散ることのない得意なハリウッドリメイクであると紹介している。メタクレッティックは35個のレビューに基づき79%という広く好意的な評価を示している。 コディスミット・マクフィーとクロエグレース・モレッツのケミストリーと成長に対しては特に多くの賞賛が集まった。ホラー映画専門サイトブラディ・ディスガスティングは僕の襟と比較してスウェーデン版が完璧に近いとするならばマットリーブス版は完璧そのものである。傑作とは月並みな表現だが他に匹敵する言葉を見つけるのは難しい。モールスはバンパイア映画の新たなる古典であると書いた。 ホラー小説家、スティーブン・キングは、モールスは、ジャンルを超えた、金字塔である。ただのホラー映画ではない、過去20年間における、最高のアメリカのホラー映画であると評した。ウォール・ストリート・ジャーナルのジョー・モーゲンスター・ンは、モールスは、ただの忠実なリメイクにとどまらず、独自の完璧なスタイルと深い恐怖を築いているとした。ニューヨーク・ポストのルール・メニックは、 本作を近年見た中で最も怖く、おぞましく、そしてエレガントなホラー映画といった。ニューヨークタイムズの AO スコットは、モールスをとても不気味にしているのは、それ自体が醸成するムードだ。巧妙かつ質素なそれは、簡単な恐怖や見えすいた効果に頼らず、深い親密さに注力したと書いた。シカゴサンタイムズのロジャー・イーバートは、リーブスは、 最初の映画を印象付けたものを知っている。そしてそれは、ここでもうまく聞いたとして、オリジナルと比較しながら、本作を称えた。ローリングストーンのピーター・トラバースは当初リメイクに、会議的だったことに、赤面したという。スウェーデン映画のリメイクではなく原作の再映画化で、あるとするリーブスの主張に対し、本作が、スウェーデン映画に似すぎていることを批判する、批評家もいた。 ジョシュ・テイラーは、彼の映画は、間違いなく2008年の映画の直接的なリメイクで、あり、両者は違いを乱すのがほぼ不可能なほどよく似ていると、書いた。ジェイミー・エス・リッチは、本作が、スウェーデン版では省略された原作の内容も多く、含んでいることを認めた上で、リーブスは本当に何も新しいものを探し出していない。それどころか、モールスのプロットは、 アルフレッドソン版のそれよりも乏しいとした。ベス・アコマンドは、脚本、監督、マット・リーブスというクレジットは、脚本と監督がいかにオリジナルに似ているかに気づくと、ほとんど笑うべきものに思えてしまうと書いた。アコマンドは2作を比較して、リメイクは、オリジナル映画がいかに繊細であったかを明らかにし、そして同じことをより少ない複雑性で行っていると、した。マークカーモードは、 今年最もいらなかったリメイクに本作を挙げた。ロッテン・トマトズとメタクレティックによると本作は2010年に全米で公開された中で最も高い評価を集めた10の映画の一つであり、ホラー映画に限定すると最上位になる。CNN と MSN エンターテイメントでは、非評価による2010年の優秀な映画トップ10の一つに挙げられた。モールス・モールスを表し、 僕の襟200歳の少女の脚本も執筆したア愛ビデリンドクビストは本作に対する満足を見せた。私は生きている中で最も幸運な作家かもしれない。自分のデビュー小説のそれも一つでなく二つもの素晴らしい映画版を持てることが信じられない。僕の襟は素晴らしいスウェーデン映画である。モールスは素晴らしいアメリカ映画である。注目を引くる維持点や トーマス・アルフレッドソンの精神は健在だ。だが、モールスは異なる場所に、感情の圧力を備えており、自分の足をしっかり土地に下ろしている。それは、スウェーデン、モールスは暗く、暴力的なラブストーリーである。映画史の輝かしい一編であり、そしてありがたいことに、私の小説の尊重を伴った本案である。またしても、ジョン・アイビダ・リンドクビスト、ナバリスッツ、 スティーブン・キングアイビダリンドクビストエンブレスレッドメイン h i t f i x c o m 2010年11月10日閲覧ありがとうございます